僕は信心深い方じゃない。それでも今はあらゆる神々に祈ろう。どうかアンナをお守りください。この渓谷が彼女の病を癒してくれますように。話は変わるが、アリョーシャと僕は偵察任務に出た。何が待ち受けているのか見当もつかないが、なぜかアリョーシャは多くの女性が彼のことを待ちわびていると確信しているようだ。もしそれが現実となるのなら、この任務の相棒としては最適な人材と言えるだろう。タイが、2035年10月3日。じゃあ今回もメトロエクソダスやっていきます。前回ほとんど会話で終わっちゃったんだけど、アンナが、もう遥か前のことだけど、ウォルガ川で弾薬庫にね、アンナが落下した時に、マスクをつけない状態でしばらく気絶してたから、その時点でちょっと肺がやられてしまって、で、ヤマンタウのあの怪しい医者にも肺がちょっとまずいって指摘されたりなんかもして、で、しまいには吐血なんてしちゃったりもして、まずは、そんなアンナを助けることができるっていう薬があるかもしれないっていうことで、このタイガって場所にやってきたと。この一帯を探索する時の相棒は今度はアリョーシャっていう人物、女好きのアリョーシャ。俺はこの地に肩入れしすぎてるようだな。息を思いっきり吸ってみろ。クラクラするくらい気持ちいいだろ。こんなうまい空気生まれて初めてだ。季節は夏。1週間もここで過ごせばアンナも元気になるはずだ。大佐の足だって生えてくるかもしれん。どう？なんてデコボコ道だ。レールのあちこちが歪んでる。線路全体が滑り落ちかけてる。俺たちの重さに耐えられるといいが、オーロラ号に連絡して他の道を行くように伝えよう。いや、危険な線路だな。オーロラ号落とせよ。こちらは偵察隊。聞こえるか？どうぞ。大佐、この線路はオーロラ号を支えられません。主要路線を使ってください。どうぞ。あとは全く問題ありません、大佐。アンナもきっとここを気に入ります。どうぞ。教会がある。さて、作戦はこうだ。ダムに行き、急いで調査し、みんなを呼ぶ。この美しい景色は、よぉ。みんなにも見せたいだろう。うわぁ。あぁ、レールか。で、流れが。うわー、骸骨。アルチョムバッグ捨てちゃった。あ、誰？うわー、骸骨。森の民。何もないわ。今戻る。おい。よし。
私の仲間があなたの連れを捕まえたわ。でもあなたたち悪党じゃないわね。助けてあげるわ。あなたがバカな真似をしなければ。もう行かなきゃ。どっか行っちゃった。向こうも悪党じゃなさそうだけど。おお、鹿。アリョーシャは、あ、せっかく装備整えたのに。わ、端っこだ。ダムにたどり着く。お、両者。さっきの人もまたこの辺一帯を。お、なんだこれ、ボウガン？ボウガンっぽい。一発か。でもわわわわわ、なんか口に入ってないこれ。なんか今触れたような気のせいか。暖炉に詰まってる。あ、ボウガンの弾だ。ボウガンだけか今使える武器は。もうどこ行っても外の世界、狂気だな。2発。おお、こっちは生体検知はしてないな。これ作業台？違う。雲を。たくさんポスター貼ってあるけど、なんもないか。これは入れ。トイレか。いや、今まで冒険した世界の中で一番草木が生い茂ってるな。ん？お？あれ、助けてあげた方が。ほい。え？悪党？もう行ってかないでくれよ。この辺狼だらけなんだよ。狼？ああ、拘束されてんのね。ボウガンは回収できる。あの野郎どもがきつくしまったせいで腕の感覚がないぜ。まあ、ちょっと待ってね、あなたを助ける前に。こっちは何かあったかな。まだ。置いてきはしないから、ちょっと待って。こっちは、ああ、崖か。こっちにも行けるけど、せっかく悪党さんがなんか拘束されてるわけだし、助けてあげるか。
보라요でかい狩りができたな。おう、いいんだ。忘れないよ。あのクソど、人を狼の餌に仕上がって。見ないやつだな。どこから来たんだ。いい装備を持ってるみたいだが。そうかな、これ。ともかく一人で行くな。俺はそれでこの様だ。やろうとも、トカゲみたいに隠れてんだ。侵入経路を見つけて引き返しているところを襲われてさ。ちくしょう、足が動かねえ。びくともしないぞ。動けるようになるまで待って、仲間を呼んでやる。森のクソ野郎どもに奇襲をかける絶好のチャンスだ。ボロ切れみたいにズタズタにしてやる。でも悪党でしょ。おい、教えてくれ。お前はどこから来たんだ。見覚えがないんだが、お前俺たちの仲間じゃないのか。モスクワから来たけど。まあいい、誰だろうが借りができたのは確かだ。すまないな。あのクソどものことだが、奴らの縄張りを抜く。なあ、ちくしょうめ。ああ、とんでもないヘマをした。行くか。いや、名前的にもさ、森の民と悪党ならどう考えても後者のあなたたちの方が悪者だが。あ、景色は最高にいいんだけど、これまでの場所と比べたら。森の民っていうからには、なんだこの辺の森とか自然を崇拝してるような集いか何か。お、ウサギ、ウサギを倒してもな。空気はめっちゃ綺麗そう。なんか像がある。これは飽きそう。こっちも飽きそう。防寒縛りになるんかな。これを開けたい。オッケー。誰の像？この辺も綺麗にビフォーアフターしたら住めそう。てか全然住めそう。地図もある。お、新しいマスクじゃないや。お、フィルター。この辺でフィルター使うことあるかね。メトロ2035。うわー、テディ。なんだこれ、ソロバン。こっちは入れ、入れなさそう。おい、待て、どこを動くな。ここは俺たちパイレーツの縄張りだ。パイレーツ。これ以上進めば痛い目を見ることになるぞ。これ以上進めば命はないぞ。そうだ、ここから出ていけ。この人手なしめ、今日はもう漂流者を一人捕まえてるんだ。出てけ。あ、両者か。そうだよね。
でもなこんな装備で大丈夫か。ステルスということになるな。生体検知のガジェットつけといてよかった。パイレーツってやつと森の民が揉めてるような地帯かな。悪党は二の次か。なんだ？こっちのお家いけるな。いや、死体だらけ。全然武器は落としてないみたいなんだよな。トラップがないか怖い。これは開かない。お、ネズミ。あ、テープ。もう2ヶ月だ。誰も子供たちを迎えに来ない。バイキンもツカも戻ってこない。ダムの職員は彼らを町まで送ってくれると言っていたが、独断でも止めるべきだった。あの頃はまだ避難への希望が残っていたが、今では虚しい希望だと理解している。完全に通信が途絶えているのにどこに避難できるというんだ。助けなんて来ない。だがそもそも助けが必要なのか。この警告は標的にすらならなかったし、汚染物質でさえ見逃してくれているようだ。排水管の下でもカウンターの数値に問題はない。子供たちはすぐに順応した。ハイキングで過ごした日々が役に立ったようだ。これならすぐ狩りもできるだろう。必要なものは揃ってるし、なければ自分で作ればいい。今は明日のことを考えよう。問題が起きたらその時だ。まずは生き残るんだ。住めそうなところであることには変わりないか。下があるんだよね。大丈夫？お、あれ、マスク必要か。6分か。ヘビがいた、ヘビ。大丈夫？開くんだ。ちょっと行ってみるか。色がね、色がすごい、この下。うわ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 。シャワー室、トイレ、どうしてこんなことに。うわ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 。うわ、ヘビ。ヘビで終わりか、この辺。なんもない。いや、すんごい格好。顔がよ、顔がそんな表情で死にたくないし、そんな姿勢でも死にたくない。ナイトビジョン？眩しい。あ、これは何だろう。初期の段階でナイトビジョン手に入れれなかった人よ。そんなことあるかな。ちょっとメトロのね、メトロシリーズのナイトビジョン明るすぎるんだよな。
さっきのこの下の方から地下水路から行けるなんて経路はなかったもんね。ステルスタイムか。まあいつも通り明かりがあれば明かりを消して、そういう風に行けば大丈夫なはず。なあ、ずっと聞こうと思ってたんだが、この海賊ごっことか柱の死体とか、本当に先生がこんなことを望んでたと思ってるのか。先生は俺たちに自分の身を守ってほしかったんだよ。先生だとしたらこれに何の意味がある。悪党がまた村で目撃されたんだぞ。それに今日仲間が漂流者を捕まえた。なら見せしめにしないとな。そのために俺たちはいるんだ。何人か生け捕りにして生きたままかかしにしてやろう。ダメダメ。まあ悪党はわかる、ひどいことをしてきたし。だがこの新顔の漂流者は悪党ではなさそうだ。ひょっとしたらただの通りすがりなんじゃないか。奴が悪党でないのならとっくの塔に通り過ぎていったはずだ。だがそうじゃない、奴は川から這い上がってきたんだ。だから奴の仲間を追い払うためにかかしにしてやるんだ。いい考えだとは思えないよ、本当に。左いいやつ。というか、なんだ、わざわざフラッシュライトじゃなくて、額を燃やしてる。いや、額を燃やしてるって言ったらなんかおかしいけど、ああいう形にしてるあたり、なんかカルト教と似たような雰囲気があるよ、この人ら。電気をめちゃくちゃ嫌っている人ら。まあ、とりあえず、いい人は気絶していただこう。お、新しい武器？と思ったら、これもボウガンか。あ、でもこっちのボウガン、リフレックスがついてるから、いただいておこう。と、あいつを倒したいな。いや、上の方に見張りがいるんだよな。見張り撃ってみようかな。警戒されたかな。俺の気のせいだったみたいだ。よし。端っこでテイクダウンならちょうどいい。二人か。こっちの建物には結構いるな。この建物にも二人。そもそもボールを川でなくしたのは誰だい。さっさと新しいのを作れよ。もう2週間だぞ。今作ってるよ。まだ縫い終わってないけどさ、完成するまでの代わりってだけだよ。丸い引き付けるだろ。行くぜ。たくさんブービートラップ置いてあんな。まあ無理に倒す必要もないから、まあ、こっちにもいるのか。裏口ないかな。お、侵入。この家の中は二人かな。
3人か。いや、これもやめとこう。どうしよっかな。アリョーシャはどこだ。あのでかい建物っぽいんだけど、あの明かりがな。いけるかな。月が明るい。こん中に侵入したいな。一人だけか。はしご。どっか別のはしごないかな。あの明かりが意外と明るいんだよな。あー、そこしかないか。オッケー、これ消しちゃうか。めっちゃはしごっぽかったのに、はしごじゃないし、こっちがはしごだ。アリョーシャ、倒したやつでしょ。上目指すか。こんな高いところにアリョーシャを捕らえたりするかね。聞こえてはいる。うん、この進行方向で合ってるみたいだが、こんだけ敵もたくさんいると何かアイテムが隠されてる気がするんだよな。ちょっとこの辺の殲滅してからこっちの先へ行きたい感がある。これなんでもないや。まあでもちょっと危険な橋を渡りたくもないな。電波悪いな。よし、とりあえずじゃあ今回ここまでにして、敵たくさん残ってるけどかいくぐることはできたんで、まずはアリョーシャを見つけよう。この先で今回こんなところまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。